あなたがキチュったってことにしろって正気なの？当然だ。この私が狂っているわけがないだろう。でもこの親にしてこの子ありとも言うし。それはどういう意味だ？いえ別に深い意味はないわ。理由を聞かせてもらってもいいかしら？人の事情によくもずけずけと。理由も知らずに患者をキチュったことにするのは医者としてできかねるわね。医者？で、どうなのかしら？ふん。昨夜のためとだけ言っておこう。ああ。今ので全てを理解されるほど昨夜のポンコツ加減は世間に浸透してるんだな。で、どうなんだ。協力しないならここいら一体を灰にしてやるからな。わかったわ。それで丸く収まるならそうしましょう。もともとお前らが仕掛けたんだろうが、この程度で済むことに感謝しろ。というわけで吸血鬼さんはキチュってしまったわ。いや、というわけって、全部喋っちゃってるじゃないですか。安心しなさい、レイゼン。メイドにはキチュった部分しか聞こえてないわ。姫様無理やりそういうことにしてません。でもほら。エイリン。一体何を言っているの？ちなみに原因はこちらの映像をご覧なさい。え？これって。出られない部屋の監視映像だね。このメイド吸血鬼を吸血したの？壊れてんの？嘘。私がお嬢様を。これは吸血鬼さんの遺品よ。他は全て灰に。ああ。洗脳完了。私じゃないですからね。私のぐーたら。じゃなくって高貴な姫としての生活のために高評価とチャンネル登録をよろしくねー。